このキャンピングカーのリチウムイオンの充電には外部電源を使用する場合を除き発電機と充電器の組み合わせのみを使用し走行充電やソーラー充電を採用していません理由は2つあります一つ目の理由は充電電流が安定しないためです走行充電ですがこのキャンピングカーの場合6 0アンペア対応の走行充電器で試したところ平均的に2 0アンペア程度を流すことができましたが 車に備わっている電気系統の使用度合いにより上下していました次にソーラー充電ですが天候に左右されやすく走行充電より不安定であることが想像つきましたし冬場の用途が雪国にある場合充電ができないどころか雪下ろしの邪魔になりますので検証もせず不採用にしましたなぜ不安定な充電について気にしているかというと前提として知っていただきたいものに。 リチウムイオンバッテリーの電圧特性というものがあります。鉛バッテリーは電圧の上下がおよその残量に比例しますがリチウムイオンバッテリーはそうではありません。満充電時の電圧は決まっていますがその後 13V 付近でとどまり残量が少なくなると急激に電圧が下がります。このように電圧で残量を把握することができないためバッテリーコンピューターを入れてどれぐらい電流を流したかにより 残量をを割りり出すす方式を取ります放電側は流れた分だけ減らせばおおよそ合っているのですが充充電電側はは流しした分だけけされるわけででないので問題が発生します具体的な例を言うとバッテリーコンピューターで残量が100%になっても実際は100%充電されているわけではなくその後も電流は流れ続け電圧が上がってくると流れる電流を絞り 最終的に満充電の電圧まで上がって電流が流れなくなりますこのような状況から充電放電を繰り返す使い方をすると見かけの残量と実際の残量の差が開いていくため残量の把握をする目的においては適さないと考えましたどこかのタイミングで満充電にすればよいのですがそれを不安定な走行充電とソーラー充電で行おうとすると難しいのですこれは、 汎用的に作られたバッテリーーーコンピューターの話で専用に作られた電源設備だと異なるかもしれませんが私のキャンピングカーはこれが理由で不安定な充電方式を採用せず安定した発電機と充電器の組み合わせのみに限定しました2つ目の理由は充電電流が足りないためです 2.8kW の発電機と 12V 充電器であれば 300Ah と 400Ah のリチウムイオンバッテリーに 35アンペアと50アンペアを同時に流せますがこれは走行充電やソーラー充電では無理な話です充電中に限り併用する方式に関して検討したこともありますがどれぐらい充電時間を短縮できるのかわからないのであれば充電コントロール上のメリットは薄く決定打にかけ優先度が低くなっています一時発電機が低温時に始動しない状況が発生した際に 走行充電をバックアップとして再採用することも考えましたが日中の暖かい時間帯に充電を開始することで事実上の対策ができるようになったため現時点においてもリチウムイオンの充電は発電機のみを使用しています。ごご視聴ありがとうございました